山根さん、すごく良かったですね。いや、私ね、ここ10日ほど山根さんの動画見れてなかったんですよ。で、今日見れてなかったの全部見ました。いや、すごいドラマだったですね。私がね、ちょっと気を許してっていうかね、目を離したらこんなことがあったんだなと思いまして、今日本当に嬉しかったのは、まあ介護の話もされていた、これもね非常に胸を打つっていうか、私も同じ気持ちで生きてますんでね、そうだなと思うところが多かったり、あとね、熱狂的なファンが YouTube を通じてできたってことですよね。これ本当に山根さんにこういう思いをね味わっていただいて本当に良かったなと思います。これね、私もね本当日々感じるんですよ。動画で励まされたとかね、まあ久保さんの言うことでいろいろ気づいたとかね、で自己否定みたいな精神も山根さんも受け取ってくださいましたけども、さまざまね、私も、どんなことが皆さんのためになるんだろうか、そして自分のためになるんだろうか、本当紆余曲折、迷いのこのね数年間、2013年からの8年間なんですけども、やっぱ発信するってことはそれなりに怖い部分もありますけども、でもね、素晴らしい出会いがあるんですよね。その素晴らしい出会いのためにはもう100号1000号とね罵詈雑言を浴びさせられると、もう全然減っちゃうというふうなマインドになりました。私もね本当に、しゃべりもいまいちだしね、勘違いばっかりしゃべってるかもしれませんけども、でもやっぱりね、善意で見てくださる方とか、これからの私に期待してくださる方とか、さまざまいらっしゃって、で、まあ、できる限りね視聴者さんとのご縁を大切に、そして果たせない思いを私が代わりにできるんだったらやっていきたいなってところもあったり、あと私がね全然脇の甘いところいろいろとご指摘お叱りいただきながら、この YouTube って世界で、生きていけるんだなと。私本当に社会のつながりって YouTube だけなんですよ。 YouTube を通じて知り合った方が、私のところに会いに来てくれたり、私が会いに行ったりとかで、もう本当職場も私ないですしね、上司部下もないですし、何にもないんですよ。それこそほっといたらずっとこの部屋の中にいて YouTube やってるような日々ですから、もう何年もね、5年ぐらい、ですんでね、山根さんに出会えたりとか、西ワークラソンにお伺いして、そこでねわっと集まって、本当町の方っていうかね、その村の方と関わりが持ってたのは本当私の宝物ですよ。で、山根さんのいつものね、このゆるく放送してくださる動画、まさにね、もう私とかねロスジェネ世代にはもうクリーンヒットですね。いや、本当にこれからも無理のない範囲で続けていただきたいなと思いますし、何よりも西ワークラソンのその山の香りがね、いつもするんですよね。今日はなんか五香が差してる動画とかね見ちゃいましたけども、すごい雰囲気出てます。で、私はねやっぱりこれから少子高齢化が進んでいって、地方の過疎化が進む、都市もだいぶこれからね人が減ると思うんですよ。都市部から地方へ移る方もいると思いますしね、特にこの感染症の時代を境に、もうグローバリゼーションとか海外に憧れる時代っていうのは一旦終わってですね、私も海外に行くエネルギーが今なくてですね、飛行機も飛ばないのもあるんですけども、やっぱりこの日本をもう一回足を踏み直してね見ていこうかなって気持ちになりました。で、改めてね、今年はもう残り少ないんですけども、2021年ですか、ここは、なんか令和の虎次郎というね感じで、岡山もそうですし、津山もそうですし、笠岡もそうですし、倉敷もそうですしね、瀬戸内海の島々もそうですし、ちょっとね改めてねこの足で旅をしてみたいなと。それこそ3密ではなくて、ね、一人旅、 YouTube 一人旅ね、こんなことをね考えてますね。まあ私はちょっと子供もできたんで、それこそね前みたいに、自由奔放にはいかないんですけども、まあでもね家族とともに、まあ、これからもいろんな旅をしていきたいなと思いますし、まあなんかねだからなんだって話なんですけども、まあ山根さんにいつもね、こういろいろと語り合いながら進んでいるような感じですかね。はい、ということでございます。ちょっとねしんみりとしちゃったというかね、いや山根さんいいですね、やっぱりね。私山根さんと知り合いで本当に良かったと思います。そしてその山根さんが隣の県にいらっしゃってね、いつもそばにいることを、温かく感じてますよ、ね、いろいろとありますけども、まあ、一緒に取り組むところは取り組んでいってですね、頑張っていきましょう。それでは今回は以上です。なんかね言葉にならないところが多かったんですけども、どうしてもこの動画をお届けしたくって、今日ねこんなね格好ですけどもすみません、いつもふざけた格好してますけども、まあ私根っからこういうねネクラっていうかね、なんですね
いろんなアニメのキャラクターとか映画のキャラクターになりきるのが好きなんでしょうね、きっとね。まあ、久保哲郎っていう存在はどこに行ったんでしょうかね。もう誰かになりたくてしょうがないですよ。今日は山根さんになりきるような感じでお届けしました。それではありがとうございました。また。